ね、中部の連中は本当にまだ子供っていう感じ。Stop! The season and the sun 心潤してくれ。というわけで、今日はシーズン・イン・ザ・サンについて喋ろうと思います。これは1986年、ずいぶん前っすね。1986年の4月の21日発売ですね。もう1986年、もう私もまだ20代のぶっちゃけ若者でした。その頃からおっさん臭かったことは否めません。でもまあ実は若者でした。ただね、中部の連中は本当にまだ子供っていう感じがしてね。最初会った時は本当に実際みんな10代だったのかな。でなんかすごい、うわーこの子たちっていう感じだったんですけどね。特に前田なんかそっから数年でみるみるふてぶてしい感じになっていきまして、なんて言うんでしょうね俺のおっさん臭さとはまた違うおっさん臭さをすっかりなんか身にまとうようになりましてね。でもね、本当チューブは、私がですね、その前にホワイっていうバンドとナイスイメージっていうバンドに2つやってて、どっちも1枚ずつアルバム出してるんですけど、どっちもぶっちゃけ全く売れてません。なんだけど結構いい曲いっぱいあったんですよ。でそれをね、チューブがもともと聴いててくれて、でアルバムでね、それのカバーをずっとやっててくれたんですよ。でまあ正直それはまあ本当にすごく嬉しくてね。だってね、なんかこう人知れず消えてった曲だったわけだから、それをそうやってカバーして、やってくれたことはすごく嬉しかったんで、で曲を実際に新たに書いたのはシーズン・イン・ザ・サンが初めてだったんですよ。でまあこれがね、やっぱりヒットチャートどんどん上がってった時っていうのはね、なんかチューブの連中もなんかみんなで楽器車回るツアーかなんかやってる最中でね、で俺もこれが最初のちゃんとしたヒット曲だったんで、なんか本当にもう戦友みたいなもんですよね。その時はやっぱすっごい嬉しかったしね、っていう話が、これがもう86年の話だからね、その頃は子供みたいだって思ってけど、今はもうみんなただのおっさんです。そんなわけでね、これからもまあチューブとはいろんな風に、みんなすごくいいミュージシャンになったしね、もうなんかいろんな風に絡みながら